こんにちは。ているのはマナラトビエイです。このマナラトビエイは特徴である背中の水玉模様が薄いことからウスちゃんと呼ばれていますよ。さあ次は誰にあげようか。ダイバーが相手を探しています。すごいな。どうやら周りを泳いでいる魚たちにしたようです。黒っぽい体に斜めラインが特徴的なコショウダイや、黄色い体に黒の縞模様のコガネシマアジなどです。魚たちはイカが大好きです。他にアジなどもよく食べます。次はホシエイの食事です。ホシエイなどのエイの口はお腹側にあるんです。ちなみに目は背中側にあります。おーすごい。皆さんに食事風景が見えやすいようアクリルガラスにお腹をくっつけて泳いでいるところに食事をあげていきます。ダイバーはホシエイたちにまんべんなく食事をあげますから、皆さんはその様子を観察してみてください。皆さんの中の代表としてダイバーとじゃんけんをしてください。
くださる方は誰かいませんか？その場で大きく手を挙げてください。いや、今日大人の方が多いようなのでちょっと少ないようですが、遠慮さずにね、どんどん手を挙げてください。はい、ではですね、誰とジャンケンをするかは、前川ダイバーに決めてもらおうと思いますので、そのままもう一度手を大きく上げてお待ちください。前川ダイバーによく見えるようにね、上げてみてください。では前川ダイバー、指名をお願いします。さあ、誰にしようか前川ダイバー考えていますので、ね、よく見えるようにアピールしてくださいね。はい、こちらのお友達が選ばれました。おめでとうございます。ではね、立って前まで来てもらってもいいですか？はい、でね、一回ね、皆さんの方にね、お顔を見せてくださいね。ちょっと立ってくださいね。はい、では今日はプレゼントもらえるのは2種類の絵の仲間です。その写真があるので、これを見て決めていきましょう。まずは表紋アドメイ、写真をよく見てくださいね。見ました？大丈夫ですか？はい、ではね、他のお客様にも見てもらいましょう。表紋アドメイは背中のヒョウ柄模様が特徴のエイの仲間です。はい、そしてもう一種類がこちら、ホシエイ。写真を見てさっきの違いを見てくださいね。わかりました？はい、じゃあ見てもらいましょう。ホシエイは黒い背中に白の点々模様が特徴のエイの仲間です。はい、ではこの2種類の中からどちらか好きな方を選んでほしいですが、どっちに大きなイカをプレゼントしたいですか？ホシエイ。はい、ではね、お友達ホシエイを選んでくれましたので、お友達がジャンケンに勝ったらホシエイに、前川ダイバーが勝ったらね、標本を透明に大きなイカをプレゼントすることにします。前川ダイバーいいですか？はい、OK サインが出ました。じゃあね、これからじゃんけんをしていくんですが、じゃんけんはね、最初はグーから始めていきますよ。大丈夫？はい、でね、皆さんにも見えるように手を頭の上に大きく手を上げてじゃんけんをしてください。大丈夫ですか？準備は OK ですか？はい、ではですね、こちらのお友達皆さんの代表としてじゃんけんをしてくださいますので、皆さんは大きな拍手で応援の方をお願いします。はい、ではね、勝てるように頑張りましょうね。じゃあ前川ダイバーの方を向いてください。準備はいいですか？いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ。友達が勝ちました。お友達が勝ったのでね、約束通り教えに大きな子をプレゼントしてもらいましょう。一番前で食べるとこ見ていてくださいね。マイクアダイバープレゼントお願いします。はい、ここにいる欲しいにあげるようです。はい、大きなイカの